もうこの辺りは永久焦土地帯、ザ・バーンだ。この風は、皆聞こえるか？おのおの地上に降りてやり過ごせ。
おお、そなたも無事だったか。砂まみれになるわ、魔物には襲われるわ、散々な目にあったが、こうして落ち合えて何よりだ。あの戦艦が見えるな。私たちも先ほど発見してな。関係からアルフィノ殿が搭乗した船と見て、アリゼイ殿と調査してみたのだが。船の周りにはアルフィノやマキシマ大使といった見知った顔はなかったわ。どうやら周辺にも墜落した帝国の魔導兵器があるようね。ここで何らかの戦闘があったのは間違いなさそう。何か手がかりが得られるかもしれないわ。手分けして周囲を捜索してみましょう。これはただの増票ではないようだな。どうかこちらへ。こちらの帝国兵ですが、軍装に皇帝親衛軍の記章がつけられておりました。バリステー直属の精鋭部隊か。道理で帝国兵の亡骸しか見当たらんわけだ。アルフィノたちが乗った船を落としたのは同じ帝国軍か。そんな、それじゃあアルフィノたちは帝国軍に捕らえられたというの？その通り。悲観的になるのは早い。アルフィノは強い男だ。そうであろう。ドマ町人地に戻り、今後の検討をいたしましょう。捕獲されたにせよ、逃げ切ったにせよ、この周囲にはいないはず。以後の捜索は忍びの者たちに任せるべきかと。一体どこに行っちゃったのよ。に死んだりなんかしたら承知しないから。
リセ、どうして超人地に？同盟軍の任務でね、ドマに要請したいことがあって、ヒエンに会いに来たんだ。出直そうかとも思ったんだけど、アルフィノを探しに出たと聞いて、ついね。それで、行方はつかめたの？墜落現場に姿がなかったってことは、生きて脱出してくれている可能性もある。まだ希望はあるよね。アルフィノはドマの使者として帝国へ向かったのだ。わしは国主として救出に全力を尽くす義務がある。族州に派遣した忍びに連絡し、捜索を続けさせよう。だから、顔を上げよう、アリゼ。そうまで思い詰めた顔をしていては、アルフィノと再会した時に、頬がこわばって笑顔が作れんぞ。ありがとう、ヒエ。アルフィノの捜索は、忍びたちに託すとして、一つ、わからないことがあるんだ。アルフィノが乗った船を襲ったのは、バリス直属の部隊なんだよね。でも、ドマとの捕虜交換も、バリスの指示だったんでしょ？これじゃ、やってることがめちゃくちゃじゃない！いや、そうと断じることはできない。その指揮権は、皇帝のみならず、皇太子であるゼノスや高位の皇族にも与えられていたはず。夜露の神下ろしに際して、朝日はドマ人が蛮神召喚を行ったのだと声高に宣言していた。事実、帝国本国ではそのような噂が広まっているという。ならば、一連の出来事を裏から糸を引いていたというゼノスの顔を持つ男こそが黒幕と考えればなるまいよ。そして問題は、ゼノスの顔を持つだけで、その肉体をアシエンが操っているかもしれないということね。やれやれ、混沌の使者とは言い得て妙だ。アシエンとやらのおかげでまたもやドマはいつ帝国に攻められるやもわからん状態に逆戻りしたわけだ。皇帝親衛軍を動かしたのが誰であれ、その動向を皇帝本人が知らぬわけはあるまい。となれば、すでに和平は破られたという前提で動かねばな。さて、リセよ。そなたの要件を聞かせてくれ。確か、エオルゼア同盟軍からの要請があるのだろう？まずは報告から。先日、アラミゴが正式に同盟へ加入することが決まったんだ。それで、加盟4カ国の盟主と、アラミゴの代表が集まって、今後の方針について協議することになったんだけど、その会議の場にドマの出席を要請したくて。同盟軍としては帝国の動きに対応するため、これまで以上にドマと緊密に連携したいと思っているんだ。異存ない。妖の東西が連携して包囲網を作れれば、帝国がどちらか一方に的を絞ることを防げるからな。だが、今しばらく時間をもらえんか。不安定な現状で、策もなくわしが国を離れるわけにもいかん。帝国の最新興に備え、
ドマの防備を固める時間が欲しい。わかった。同盟軍にはドマの状況と合わせて報告を入れておく。会議はアラミゴ王宮で行う予定だから、備えに目処がついたらよろしく。ヒエンなら前にも来てるから場所は大丈夫だよね。なあ、司祭ない。なるべく早くそちらに出向かせてもらおう。ありがとう。必ずお互いの国にとって最善の道を探し出そう。
帝国軍の再侵攻に備えるといっても、戦力、労働力、資源、そして時間、全てが不足する状況でいかにすべきか。それについて一つ策がある。帝国の圧倒的な軍事力に一国のみで対抗するのは不可能。ドマ奪還とてわしらのみでは決して叶わぬ望みであった。ならばエオルゼア同盟に倣い、東方地域の連合体を作るのみよ。すでに共闘の実績がある海賊衆や青コーラ、アジムステップの遊牧民たちに加え、ヒンガシの国や水の民、さらには隣接するナグサの諸派やダルマスカの民を糾合するのだ。もちろん全ての組織、国家が協力してくれるわけではなかろうが、自由を守りたいのは皆同じ。ゼノスの死に関する真相やアシエンの暗躍などを伝え、腹を割って話せば連合結成とて絵空事ではあるまい。絵空事どころか、むしろ現実的な路線と言えるでしょうね。かつて私たちはルイゾワ様という指導者の下で同じ思いを抱いて、エオルゼア都市軍事同盟を発足に導いた。その時の経験も少しは役に立てられると思うわ。ありがたい、大いに参考にさせてくれ。もちろん飛燕の案には大賛成。その上で聞くんだけど、その時間どう稼ぐ？彼らは飛空戦艦を持っているわ。こちらの動きを察して一気に進軍してきたら、連合を組む前にその波に飲まれてしまう。なら空に壁を立ててやればいいわ。アルフィノの捜索中に古代アラグ文明の遺構に行き当たったの。アラグ文明の遺構？実はザバーンに着いた時から違和感があったのよ。それはあの焦土にかすかに漂う環境エーテルの残滓が魔大陸で感じたそれと一致していたから。似通ったエーテルを感じる二つの大地。これは仮説だけど、アラグ帝国はザバーンの土地を浮上させて魔大陸を生み出したのではないかしら。興味深い仮説だが、魔大陸とやらの出自が判明したことで東方地域の防衛にどう関わってくるのだ？魔大陸は強固な防御フィールドで守られていた。それもあの帝国が誇る最強の飛空戦艦アグリウス級すら阻むほどの強固なものが。その8世紀と同じものが残されていればと思っていたのだけれど、ちょうど彼女がそれらしい構造体を目撃していたみたいね。アラグの防御フィールドを張れば、文字通り空に壁が作れるかもしれないってことね。でもザ・バーンを迂回されたとしたら。その心配は少ないだろう。ダルマスカの都ラバナスタを自らの手で破壊したことで、帝国軍は現在東方における最大の補給地を失った状態なのだ。無補給で帝国本国からドマまで飛空戦艦を飛ばそうというなら、最短ルートであるザ・バーンの上空を通らねばならん。なるほど、完璧ね。ただ懸念点もあるわ。
広大な焦土の上空に防御フィールドを張り巡らせるには莫大な量のエネルギーが必要になるはず。けれど環境エーテルが枯渇したザバーンでは今やエネルギー源となるほどのクリスタルは存在しない。エオルゼアなら変属性クリスタルを当てにできるのだけれど。エネルギー源か。ところでアラグ帝国が建造物を空に飛ばすというのはよくあることだったのか。他の事例だとダラガブが挙げられるわね。第七霊祭でエオルゼアに落下した月の衛星よ。なるほど。それならば一つ当てがあるやもしれん。本当なの？ヒエン。なあ、ただ使えるかどうかは未知数だ。それを確かめるためにも一度アジムステップへ向かいたい。かの地に住む者にも連合の剣を打診せねばならんことだしな。調査がてらわしらで現地へ向かうこととしよう。
絶景から絶景かな。この雄大な草原を見ていると心洗われる。国難にひりついた気持ちが少し落ち着くというものよ。それは良かったわね。ただ緊張感まで失ってほしくないものだわ。一体ここからどこへ向かうつもりなの？わしが気になっているのは、以前モル族から聞いたある伝承のことでな。古の昔、滅びの時迫りて、まれびと草原を訪れん。まれびと、ナーマに来いて、北の山にて月のかけら賜り、魔の居道、大地より放逐せん。かくて滅びの時去りて、まれびと再び訪れん。まれびと、ナーマに祈りて、北の山に月のかけら埋め、地滴る荷へ、天へと送らん。大地から放逐された魔の大陸に、天へと送られた血の滴る生贄。なるほど、衛星ダラガブの忌み名にふさわしいわね。わしも驚いたが、どうだ。かつて魔大陸を浮上させたほどの何かが草原の山間部から取り出され、再び戻されたかもしれないと。それほどの力の源となれば。確かめてみる価値はあるだろう。期待できそうね。
これは、なんというエーテル密度。使えそうか。ええ。この草び石は人工的に作り出されたものよ。おそらく、地脈の流れを制御するための調整弁。アラグ帝国の産物とみて間違いないわ。これを使ってアジムステップからザバーンへ流れる地脈を絞り込めば、それこそ土地を分断して浮上させることも可能でしょうね。逆にうまく制御してザバーンに地脈を流せば、防御フィールドを展開することはもちろん、焦土の自然を回復させることだって可能になるでしょう。でも、ヤシトラ？草び石自体のエーテル密度は申し分ないわ。でも、この周囲だけ大気中のエーテルが妙に弱々しい。これも地脈を制御している影響かしら。同じような現象をドマでも感じたのだけど。今考えても答えは出なさそうね。いずれにせよ、目的のものは確認できたわけだし、モルイローへ戻りましょう。
よし来た。ここなら十二分に暴れられそうだ。合戦の時の決着、改めてつけさせてもらうぜ。本気で戦いで全てを決めようというの？あいにくお前の目の前にいるのはドタール族だ。俺たちの魂は戦いの中でこそ燃え盛り、そして輝きを増す。この命をより高みへ登らせるため、強者を求め勝利をつかむ、それが俺たちドタール族の生き方。他の手段なんぞ知るが、示すべきは力のみだ。呆れるほど強い信念ね。ゆえに味方にすれば頼もしい奴らよ。しらけるおしゃべりはそろそろしまいだ。さあ、追っ始めるぞ。戦はこうでなくちゃな。戦はこうでなくちゃな。
戦はこうでなくちゃな。戦はこうでなくちゃな。燃える、最高だ。戦はこうでなくちゃな。戦はこうでなくちゃな。いいね、これぞ戦いだ。合戦からこっち、これほど魂が盛ることはなかった。さあ、もっと、もっとやり合おうぜ。そこまでだ。ヨハイラの許しもなく草原を焼くな。おお、これはまた大物が来たものだ。こっちはいいとこなんだよ。引かねな。愛も変わらず愚かな。ヨハイの立つ場所こそが万事の表。引っ込むなど不可能だ。ましてや、この草原の行く末を決める戦いが神の子たるヨハイを差し置いて行われているなど言語道断。聞けばお前たちは草原の民の力を求めてやってきたそうだな。ナーマ神に連なるアウラ族は皆オロニル族が庇護すべきもの。ならばお前たちの要求を反ずるべきはその長兄たるヨハイであろう。じゃあどうするってんだ、クソ野郎。今一度この草原の長兄が誰かということを教えてやる。おっと、マグナイよ、
そなたが介入するというのならわしらも黙ってはおれんな。ならばまとめて判じてやろう。ダイデクル、お前も出ろ。どうやら任せときゃいいみたいだな。少し場所を移すぞ。ついてきな。降参は許さない。ヨハイラの意向と猛威に震えながら全力を見せてみろ。これだけ話が噛み合わないのも久しぶりね。どこか懐かしく思えるわ。面倒だけど邪魔立てしようというのなら打ち倒すのみよ。さあやってやりましょう。頭を垂れよ。
頭を垂れよ。腕前とくと見よ。ちょっとまずいな。頭を垂れよ。頭を垂れよ。意向に黙せ。頭を垂れよ。意向に黙せ。恐れよ太陽神を。速やかに散れ。また負けちまったか。熱く魂が肉体まで燃やし尽くすようないい戦いだった。約束通りドタール族はお前たちの戦に加わろう。ナーマの力も好きに使え。てめえも異論はないよな。お前のように短絡的な理由ではないが、よかろう、認めよう。
勇と力により序列を定めるはオロニル族の伝統でもある。十分な結果が出たならば認めよう。ヨハイラの力、今ひとたび先人に加えるがよい。感謝する。そなたらが味方となれば百人力だ。ところでお前、名は何という？ヤシトラルル。お前はヨハイのナーマか？何ですって？お前が戦う様は月光のごとく美麗だった。そしてその癒しの術は慈愛の心を秘めたる証。ヨハイのナーマが草原の民でない可能性は常々考えてきたが、昨今の実情を見るにやはりありえない話ではないと思っている。さあ問いに答えよ。お前はヨハイの。悪いわね、坊やに興味はないの。男を磨いて出直してらっしゃい。坊や。残念だったな、坊や。おや、昇進の坊やには慰めが必要か？なら俺がその傷を焼いて塞いでやってもいいぞ。さ、これ以上無駄な時間をかける必要はないわ。彼らの許可が取れたことをシリナに報告しましょう。
起動したのか。ええ、これでせき止められていた血脈がザバーンへと流れ出したはずよ。
アラミゴ解放軍のリセ殿、そしてラウバーン殿、エオルゼア都市軍事同盟へのアラミゴの正式加盟を改めて歓迎させてもらおう。ナナモ様、我が輩も、そしてアラミゴに生きる同志たちも、同盟軍の戦友たちと共に歩めることを嬉しく思っております。そして新たに来たりし友がもうお一人。美人のヒエンだ。この場に招いてくれたことを、ドマの国主として深く感謝したい。こちらこそ、遠方よりの来訪ありがたく存じます。それに暁の者たちも。サンクレット殿、ヤシトラ殿、アリゼー殿、そして数多の苦境に尽力してくださった英雄殿、君たちの協力を得られること誠に嬉しく思う。うむ、こうして皆が一堂に会するのはいつぞやのウルダハ王宮以来かの。あの日、片腕を失い獄に閉じ込められた時には、こうしてアラミゴを率いる立場になり会議に赴く日が来るとは思ってもいませんでした。あの時、貴様や夕霧殿と共に我が輩を闇より救い出してくれたのはアルフィノ殿だった。彼がここにいないことが残念だ。私だってアルフィノに何度も助けられて今ここにいる。だから今度は私が彼の意志を引き継いで頑張りたいの。アルフィノが戻ってくる日まで。うむ、それでは昔話はここまで。未来に目を向けるとしよう。東方地域の現状を聞かせてもらえるか。帝国の強硬路線が変われば、いずれは対話による和解もあるかと期待していたのですが、所詮帝国は帝国ということか。奴らが本気でドマやアラミゴに再侵攻してきたら、我々エオルゼア同盟軍が全力で抵抗したとしても戦局は厳しいものとなろう。押し寄せる潮流を変えることはできない。しかし風を読み正しく帆を操ることができれば、流れに抗って船を進めることも可能となるはずだ。そして寛容なのは進むべき航路。ここは吹き荒れる風の中心にいる黒幕を叩くべきかと。つまり争いの元凶アシエンじゃな。ええ、我がイシュガルドで起きた教皇トールダン7世の暴走も、元を正せばアシエンに神下ろしの秘術を授けられたことがきっかけ。そしてそれは各地で頻発している蛮神召喚も同じ。世界を股にかけ暗躍するアシエンを打倒せぬ限り争いは終わりません。問題はどうやってアシエンを打つかだな。ゼノスの肉体を操っているというだけでも厄介なのに、帝国領内に潜入し奴に近づくとなると相当な難題だ。
アシエンを狙うという方針には賛成だが、直接的な手段は現実的じゃないだろう。なら、絡め手を使うしかないだろう。何か考えがあるのね。聞かせてくれ。アシエンについては、暁の方がよほど戦い慣れている。我らは、この件に関しては、貴殿らの意見を最重視するつもりだ。無論、そこに付随するリスクについても、検討した上で、ここにいる名手たちの間で話がついている。なら、遠慮なく意見を述べさせてもらおう。ドマの忍びを使い、帝国領内に情報を流すんだ。皇太子ゼノスは、アラミゴ奪還の際に死んでいる。今帝国にいるのは、その肉体を操る異形の存在だとな。確かに、次期皇帝が人ならざる者に操られているとなれば、ことは帝国の基盤を揺るがす一大事。うまく噂が広まれば、多少の混乱は引き起こせるはずだが。でも、そんな突飛な話を信じるかな。これが平時なら誰も信じやしないだろうな。だが、ゼノスが死んだという噂は、一時的にとはいえ広まりかけていたんだ。もっと言えば、奴らが信じるかどうかはこの際どうでもいい。そうであった方が都合がいい連中を動かせればいいのさ。そうか。帝国では初代ソル帝の死後に帝位をめぐって内乱が発生していたな。ああ、ついこの間までお家騒動真っ只中だったんだ。現皇帝バリスは叔父との戦いに勝利してようやく帝冠を掴んでみせた。お家騒動にうんざりしたバリスは帝位につくなり、長子のゼノスを皇太子と定めた。それを快く思っていない連中もいるってことだ。ゼノスの死とそれを利用する異形の存在、皇帝の座を諦めず虎視眈々と狙っている連中にすれば食いつきたくなる情報だろうぜ。うまくすれば再び内部分裂を誘えると。俺は帝国領に潜入した実績がある。各国から諜報戦に長けた連中を出してくれれば潜入の手引きはできるだろう。帝国の属州にはドマから派遣された忍びたちも潜伏している。やらない手はないと思うが、どうか。よし、サンクレット殿の策に乗ろう。アシエンの存在を白日のもとにさらし、帝国の結束を乱すのだ。ドマと帝国の和平を潰したのも、ゼノスを語るアシエンの関係によるもの。黒幕さえ打倒すれば、和平の目も出てくるやもしれん。逆に言えば、戦乱を煽るアシエンを倒さねば、平穏の未来はないということ。国境の防備を固めつつ、情報戦を挑むぞ。ではならない。歴史を変えなければならない。今再び霊災の時、停滞の光、
姿なき死がはびこらんとしている。二つの破滅を退けるは何時なり何時なり。おい、どうした。何か聞こえる声。敵の干渉か。いえ、それらしき気配は何も。悠久の時を経てここに時空を越えよ。我にその門を開け。鳴り止んだ。サンクレット殿。これは彼を別室に、それから私に同行してきた者も含め治療費を集めてください。今すぐに。サンクレッドさんはひとまず別室で安静にしていただいております。脈は安定しておりますが意識の方はまだ。ありがとう。でもどうしてサンクレッドだけ目を覚まさなくなっちゃったんだろう。一通り皆さんを診察させていただきましたが特に外傷はなく毒物などの反応も出ませんでした。正直何が原因かさっぱりでして。かえって心配だね。悪いけど引き続き彼の容態を見ておいてもらえるかな。付き添いありがとう、リゼ。それにカノエ様まで。サンクレットさんのおかげで今後の方針は決まりました。あとは各国それぞれの役割や具体的な実行案を協議するだけ。サジは私たちにお任せください。それに暁の皆様が聞いたという謎めいた声も放ってはおけぬ重大事件です。お話を伺っても。私とアリゼはサンクレットが倒れる直前謎めいた声を聞いた。それと頭の中がかき混ぜられるような激しい頭痛。あなたに起きたのも同じ現象？声だけではなく違う空間に立っているような感覚に襲われたというの？おそらくそれは何者かに呼ばれたことで魂が肉体を離れかけたために起きた現象でしょう。呼ばれたとは？私もサンクレットさんを見させていただきましたが彼の肉体には魂と呼べるような命の輝きが感じ取れなかったのです。サンクレットさんはかのアシエンの脅威によってエーテルの影響を受けやすくなっていたはず。何者かは分かりませんがその声の主が魂に対して何らかの干渉を行った。それが呼ばれたと表現した理由です。
としたら呼ばれた先はどこだっていうの？残念ながら判断材料が少なすぎて推測すらできません。しかし声の主が常人でないことは確かかと。リセ、悪いけれど引き続きサンクレットの看病を任せても？もちろんだよ。私が暁を抜けるとき、ヤシトラも言ってくれたじゃない、いつまでも仲間だって。サンクレットだって私の仲間。アラミゴ解放軍が責任を持って容体を見ておくから、みんなは真相の解明に全力を注いで。ありがとう、リセ。カヌエ様の言う通り、ただ者の仕業じゃないわ。暁を狙ったアシエン側の攻撃という可能性もある。急いで対応策を練らないとね。来てくれてありがとう。事態は私の想像を上回るほど逼迫しています。
まさか彼があの声を聞いて混沌するとは。あなたも聞いたのね。ええ、おそらくは皆さんと同国に。言葉の真意を聞き取ることは叶いませんでしたが。同じ現象と見て良さそうね。どう、率直に聞くけれど、アシエンの仕業だと思う？今の段階では何とも推察しようにも、あまりにも情報が不足しています。なればこそ、まずはサンクレッドの容態をこの目で確認したく。じゃあ急いでアラミゴへ戻りましょう。その前に少しいいかしら。実は東方のいくつかの地域である現象を感知していてね。それはもしや局地的なエーテル量の低下ですか？驚いたわね。その通りよ。私は東方の2つの地域でそれを観測したのだけれど、もしかしてエオルゼアでも？ええ、万神関連の調査に派遣していた者たちから同様の報告が多数寄せられています。彼らによればその周辺に万神召喚の形跡は見られない。しかしながら異常なほどエーテルが枯渇していると。東方とエオルゼア、二つの地域で偶然同じ現象が起きるとは思えない。調べてみた方が良さそうね。では並行して調査を。声が聞こえます。私を呼ぶあの声が。聞こえる、私にも。何時なり、何時なり。そんな、ヤシトラ、フリエンジェ。我に門を開け。
お待たせいたしました。ガブ、久しぶりね。まだ喋ったりはしないんですけど、暴れるわけでもなく、状況としては変わらずといったところです。そっか、今も必死に心の中で戦い続けているのね。偉いね、ガブ。アルフィノと話したことがあるの。時間ができたら二人であなたに会いに行こうって。でもまだその約束はお預けね。ねえ、こうして三人でいるとあの時の星空を思い出さない？あの時も何かを失った悲しみや無力感に苛まれてた。でもすぐ近くにはアルフィノがいて、石の家に行けばみんなが迎えてくれた。だけど今は、出会いや別れは幾度も経験してきたわ。世の中の不条理や自分の力の限界だって嫌というほど知らされてきた。それなのに私はまだ、兄や仲間の危機を前にしてもこうも無力で、それがただ悔しくて。そうね、全てを自分が解決しようだなんて、それこそ傲慢というものよね。ありがとう、頼りにさせてもらうわ。よし、くよくよするのはここまで。行こう、みんなを取り戻すために。
策が功を奏し、民衆派は息を潜めるばかり。ならば今こそ帝国の力を見せつけてやる時ではないか。皇帝陛下が一声号令をかけるだけでいい。それだけで軍は飢えた狼のようにアラミゴへと殺到し、あのような小国など瞬く間に食らい尽くすことだろう。だんまりか。わざわざ手間をかけてまで朝廷者たる私が道化を演じているのだぞ。お前に初めてこの顔を晒した時に誓ったろう。私が持つ力と知恵のすべてを帝国のために振るおうと。その言葉に偽りなしと証明してきたはずだ。あの神殺しの英雄すら、この体を得た私ならば、やすやすと始末できるだろう。一体何を迷う？あまり決断を遅らせると確定した勝利さえ揺るぎかねないぞ。悩みの渦を抜け出せたならまた呼びたまえよ、父上殿。まったく、ため息をつきたいのはこちらの方だ。せっかく役目を演じきって寝ようって時だったんだぞ。それをラハブレアのじいさんが死んだからって呼び出されて。本当にエリディブスの心配性は嫌になる。お前もそう思うだろう。なんだ、私のこともうんざりか。まあいいさ、こちらとしても今さらお前に家族らしくされる方が面倒だ。状況をシンプルに捉えたまえ、バリス・ゾス・ガルバス君、我が孫よ。いつものことながらお前に決定権はない。すべきことをただ迅速になせばいい。エリディブスは面倒なやつだが、調停者としての選択はまあ間違えることがない。光と闇の均衡を取るにあたって邪魔な因子があるというなら排除して叱るべきだろう。殺せよ。戦争でも何でも使って、そのために大きくした国だぞ。この私、初代皇帝ソルがな、おお、いかにもって顔だ。お前も存外わかりやすい男だな。
同情はしないが、多少なりとも哀れには思っているさ。知らないまま踊らされていた方がまだ幸せだったろうとな。国府ソルはアシエンだった。偉大なるガレマール帝国はそいつによって世に戦乱の種をまくため作られた国だったのだ。なんて恨むなよ。これが私の仕事だ。霊災を起こすには大きな力がいる。そのために影響力の強い手駒を作っておくのはシンプルかつ効率的だ。この仕事をそこそこ長い間やってきたが、ガレマール帝国はそれなりに上出来な部類だと言える。アラグ帝国ほどではないにしてもな。ベラベラと化け物がよくしゃべる。よいか、人の歴史は人が紡ぐ。無駄な労力を使わせるのはやめてほしい。それからお前も皇帝なんだから、人がどうのという大使は私でなく衆具の前で垂れてやれ。使命感に火をつけられれば儲け者、使いやすい駒が手に入る。拗ねている時間は終わりだぞ坊や。お前だって理解はしているはずだ。これは人と世界を真なる形に戻すための戦い。その点において私たちアシエンとお前の目的は一致しているだろう。
てくれたのね。あれからウルダハの錬金術シキルトやグリダニアの幻術シキルトにも協力を求めてみんなの治療を試みてきたんだけど、結局倒れた原因すらわからないまま、依然として彼らの意識は戻らず昏睡状態が続いているわ。こんな時頼りになるヤシトラやウリエンジェがことごとく倒れちゃってるのは痛いわね。アルフィノの安否もわからないままだし、どこから手をつけて何を糸口にすればいいんだか。だいぶ深刻なようね。先輩としてお役に立てればいいんだけど。クルル、エウレカの調査はもういいの？仲間が倒れたと聞いて駆けつけないわけにいかないでしょ。私だって暁の一員だし、あなたの大学時代の先輩なんだから、少しは頼りにしてほしいものだわ。そうか、そうよね。ありがとうクルル、とても心強いわ。それにしてもアルフィノ君が帝国に向かうなんてね、相変わらず突飛なことをするもんだわ。彼が魔法大学に入学した時の自己紹介を覚えてる？私には夢がある。それはこの世界を救済することだ。さすがに今では恥ずかしがっているけれど、当時のアルフィノ君は本気だったし、今でも真剣に世界の救済を実現しようとしている。そうね、アルフィノは昔からバカみたいに一貫してるわ。でもたまに大きな失敗もしでかすから心配なのよ。大丈夫、彼は思っているよりもずっと大人になったわ。誰かさんのおかげでね。でも自己紹介の件をバラしたことは内緒よ。さ、みんなの容態を見させてもらうわ。奥の部屋でいいのよね。集中することになると思うから二人はここで待っていて。三人とも肉体的には健康そのものね。一見深い眠りについているだけにも見えるわ。ただどういうわけか彼らの肉体からは全く意志の力を感じ取れなかったの。まるで魂が抜け出してしまったかのように。それってカヌエ様も同じことを言っていたわ。アリゼからの報告書は読んだんだけど、あなた以前に霊の声を聞いた時、違う空間に立っているような感覚に襲われたのよね。それを魂を構成するエーテルそのものがどこかに呼ばれているのだと仮定すれば、以前サンクレットさんの捜索をした時のように意志の痕跡をたどることで何かがつかめるかもしれない。消えた魂を探すなんて雲をつかむような話だけれど、本当にそんなことができるの？
確信はないけど、やれることはやっておかないとね。とにかく試すには水晶の目が必要だから、的親様のもとへ向かいましょう。やれやれ、またお前たちかい。一向にお迎えは来ないのに、厄介者ばかりやってくるもんだ。ふん、ルベユールの小僧かと思ったら小娘の方とはね、あの鼻垂れよりも活発だって聞いてたけれど、なんだい、まるで葬式みたいな面をしてるじゃないか。お言葉ですけど、いくらおじい様の知り合いだからって失礼じゃない。よしよし、
小娘はそのくらいでちょうどいいのさ。シュトラなんて野良猫同然だったもんさね。神器臭い面なんぞ老いぼれに任せておけばいいんだ。で、今度はどんな厄介事を持ってきたんだい。マトーヤ様、もう一度水晶の目を、古の光のクリスタルをお貸しいただけませんか。あのシュトラが、ねえ、わかった。やんちゃな野良猫でも弟子なんだ。わしより先に死なせるわけにはいかない。それじゃあ、私の超える力をこの水晶の目を通して発言させてみるわ。賢人のみんなが混沌した場所から念入りに意志の痕跡をたどってみる。みんなの魂の行方は？ダメ、わからない。一体どういうこと？何が起きているというの？ねえ、わかる範囲で説明して。感じ取れないんじゃないの？意志の痕跡がプツリと消えてしまっていることがはっきりと認識できるのよ。まさか、魂が消えてしまったってこと？そんな。肉体だけが生きていて、魂がないなんて、まるで、アナンタ族の、カリアナの族長の娘じゃない。いえ、それは違う、と思うわ。アナンタ族の娘さんの場合、肉体を含めて一度死を迎えてからラクシュミに復活させられたはず。ふん、早合点はいけないよ。肉体が生き続けていて衰弱の兆候もないのなら、魂もまたいずこかで存在しているはずさ。すると、みんなの魂は一体どこへ？死してエーテル界に帰ったのでもなく、さりとて痕跡がない以上、さて、どう探せばいいものか。調査は振り出しに戻ったみたいね。でも、みんなの魂は消えてしまったわけじゃない。それがはっきりしただけでも、前に進めるわ。ごめんなさい、通信だわ。はい。緊急の知らせよ。
アラミゴに帝国の民衆派が亡命してきたって、それもあのマキシモ大使が一緒らしいの。クルル、それからマトーヤ様、悪いんだけど、私やることが決まったのならさっさと行きな。若いうちは立ち止まっている暇なんてないんだ。それじゃあ私は引き続き魂の行方を探る方法がないか調査をしてみるわ。あなたも一緒に来て。やれやれ、またかい。ここ最近魔法仕掛けの放棄の動きが弱くてね。わしの年のせいならともかく。そういえばヤシトラとウリエンジェも各地で環境エーテルに異変が起きていると言っていたわ。サリャク川のデカ物の影響じゃないってわけかい。何やら嫌な予感がするね。とはいえ闇雲に恐れを抱いても始まりゃしない。今はやれることを順繰りに片付けておやり。急に呼び出したりしてごめん。マキシマさんからアルフィノの名前が出たからすぐに連絡しなきゃと思って。これはお久しぶりです。まさかこちらでお目にかかれるとは。兄は、アルフィノはどうなったの？
よく似ておられると思いましたが、ご身内の方でしたか。ご安心ください。おそらく彼は無事です。おそらくってどういう。どうか落ち着いて順を追って説明させてください。実はドマを立ってからほどなく、我々の船は永久焦土地帯の上空にて皇帝親衛軍の襲撃を受け、不時着を余儀なくされました。さらに脱出後も追撃を受けたのですが、そこで我々は影の狩人と名乗るアシエンとの戦いを掲げる者たちに救われたのです。私とアルフィノさんを含む生存者はその人物らに同行し、属州の一つへと向かいました。我々はそこで民衆派の同志たちと合流、共に避難をとお誘いしたのですが、アルフィノさんはアシエンの追跡を続けると。アルフィノはザ・バーンから脱出できたのね。それにしてもアシエンとの戦いを掲げる者たちですって。じゃあアルフィノはその影の狩人ってのと一緒に。彼らは各地でアシエンを討伐して回っているようでしたが、多くは語らず素性を明かそうとはしませんでした。その行き先も聞き出すことはできず、それでもアルフィノさんは共に行くとおっしゃいました。我々はといえば、皇帝親衛軍から逃れるため粛清の嵐が吹き荒れる属州を脱し亡命してきた次第です。受け入れてくださったラウバーン様には感謝しかありません。たとえ敵国の民であっても、傷つき疲れ果てた者たちを突き返すことはできん。それにこちらとしても帝国の内情を知りたいのでな。それにつきましてはご報告せねばならないことが。逃避行の最中で反乱を起こした属州民たちの勢力が一夜にして全滅したという話を聞きました。相次ぐ反乱に業を煮やした軍部が新兵器を投入したとか。詳細は定かではありませんが、これ以降抵抗活動は下火になりつつあるようです。それからいくつかの属州で駐留部隊が西に向けて移動を開始したとの情報もあります。大規模な軍事行動の前触れではないかと。西へ？それってつまりアラミゴへの再侵攻の準備ってこと？いずれこの時が来るとは覚悟していたが、帝国軍の動きがこうも早いとは。ラウバーン、急いで国境の防備を固めているとは言ってもまだ準備が。分かっている。同盟各国と国境守備隊に使者を出せ。援軍の派遣を要請しつつ帝国領との国境地帯に防衛陣地を設営、帝国の進軍に備えるのだ。だが急がせたとて時間が足りん。敵軍が主任でき次第停戦交渉の使者でも出して少しでも時間稼ぎをするしかあるまい。悪いんだけど、あなたとアリゼンにはドマへ向かってもらって、ヒエンにこの件を伝えてほしいんだ。アルフィノのことも心配していると思うし。わかったわ、任せておいて。それじゃあ。その道、歴史ではならない。
今再び霊災の時、時空を越えよ、門を開け。あなたにもまたあの声が聞こえたみたいね。でもどちらともなんともないわ。よかった。また誰かが倒れてしまうのかと。一体何が起きてるの？それがいろいろ手を尽くしたけど、まだ分かっていないの。でも今は飛燕に知らせを届ける方が先決。ドマ町人地に急ぐわ。
準備は順調のようだな。ここに防衛の壁を展開できれば、我らドマも孝子の憂いなくアラミゴに援軍を送れるというもの。よし、皆の者聞いてくれ。これより青龍壁の起動実験を開始する。起動準備かかれ。1番機起動確認。防御フィールド展開を開始しました。2番から8番までの各機からも同様の反応あり。1000 2000 3000、防御フィールド順調に展開を続けています。4000 5000、やりました。目標高度5000ヤルムを達成。青龍壁展開完了。飛空艇航路の封鎖に成功しました。待って、帝国の小型艇、なんでまたこんな時に限って。いや、むしろ都合が良い。我らが青龍壁の効果を確かめられるというもの。どうやら効果は抜群のようだな。
あれはアルフィノ？なんで？話してよ！アルフィノが、アルフィノが！清流壁を一時解除。落ち着け娘。この少年は昏睡しているだけ、死したわけではない。そんな、それってサンクレットたちと同じ。原因も分からず手の施しようがないのでな、ドマへ送り返さんとしたところで、その国主と出会おうとは。何よりウヌと再会するとは何の因果か。久しいな、冒険者。いや、エオルゼアの英雄、光の戦士と呼ぶべきか。そう、我はかつて漆黒の王老と呼ばれた者、ガイウス・ヴァン・バエサル。いや、軍団長たる称号を失ったただのガイウス・バエサルだ。ここで剣を交える気はない。第14軍団の軍団長はあの時死んだのだ。今や階級は愚か国すら持たぬ一人の男。その元軍団長がどうして？ウヌは覚えているであろう、魔道場での一件を。我はエオルゼアに平定をもたらすため、アシエン・ラハブレアの還元に乗せられて、古代アラグ帝国の対蛮神兵器アルテマウェポンを再生した。しかしそれも全ては奴らの真の神とやらを復活させるための策略だったのだ。その上、かの兵器をもってしてもウヌに敗れた我は、もはや炎上する魔道場と運命を共にする覚悟だった。だが我に忠義を尽くし死んでいった者たちに何と詫びよう。命惜しくなくともそのことが我を突き動かした。この手でアシエンどもを狩り尽くしてやろうとな。国の王老はその仮面と共に死んだ。我は祖国に戻ることなく、復讐者として第二の生を得たのだ。我が旧敵ラハブレアはウヌが倒し滅せられたそうだな。しかし依然としてこの世界には奴らがはびこっている。世を混沌に陥れんとする存在は排除せねばならん。これは暁の使命とも合致するのではないか。確かにアシエンを倒すことに関しては私たちも志を同じくするわ。これもかの少年が結んだ縁。
志が同じとあらば、こちらが知る情報を与えておこう。アシエンには上位の赤き仮面の者らと、それに従う下位の黒き仮面の者がいるのは知っての通り。しかし赤き仮面の者たちの中にも階級があり、オリジナルを名乗る少数の者らが天聖組なるその他の者を従えている。ウヌラ暁が始末したナプリアレスは後者の天聖組。厄介なことは確かだが、問題はより強大な力を有する3体のオリジナルだ。そのうちの1体はすでに消滅したラハブレア、残るは白き衣のエリディブス、そして未だ謎に包まれているエメトセルクだ。ラハブレアにエリディブス、報告で聞いた名だわ。でもエメトセルクは初耳よね。私たちは帝国内でアシエンが暗躍していると考えてるわ。死んだはずの皇太子ゼノスの肉体を操る存在、そいつについての情報は？我はエリディブスだと睨んでいる。調停者を名乗る奴は光と闇の均衡を保つことを役目とする。ハイデリンの使徒たるウヌの働きで増した光の力、それをそごうと帝国に力を貸しているに違いない。始末すべき筆頭格と言えよう。そしてそのエリディブスの影を追って暁の少年と辺境の属州を探っていた時のことだ。全滅した反帝国勢力の部隊に遭遇した。死因は黒バラ。過去に帝国軍が開発し、我が実戦投入を拒否して廃棄を命じた忌まわしき毒ガス兵器だ。毒ガス？じゃあそれがマキシマさんの言っていた新兵器、反帝国勢力を一夜にして壊滅させたっていう。そんなものが今度のアラミゴでの戦いで使われたら。案ずるな。少年と共に精製工場に潜入し、プラントともども現存する黒バラは全て破棄した。いずれ再建されようが、しばらく投入されることはあるまい。注目すべきは工場内で発見された命令書だ。その書類にはごく最近の日付とともに署名が記されていた。ゼノス・イエー・ガルバスとな。動く死体が知性の猛毒を作らせておったとは趣味の悪い話だ。だが工場で見たものはそれだけではない。そこには古代アラグ文明の技術である人造生命体の培養施設が存在した。悪趣味さで言えばそちらが上かもしれん。ずらりと並んだ培養槽に入っていたのは初代ソルテーの若き姿をした人造生命体だったのだからな。黒バラや人造生命体の生成がアシエンによって進められたことなのか、それとも皇帝陛下の意志によるものなのか。我はそれを見定めねばならぬ。階級を捨てたとて我はガレアン族。
祖国を憂う気持ちに一切の変わりはない。故に我は再び亜紫炎の影を追わねばならん。冒険者よ、打つべき共通の敵がいる以上、我らが争うのは得策ではない。私にとってはあなたは兄の窮地を救ってくれた恩人だわ。でも決めるのは私じゃない。かたじけない。かつて我は偽りの神にすがる弱き者を否定した。だが己も亜紫炎の偽りにすがり強者を装っていたのだ。我もまた弱かったということ。また会おう、真に強き光の戦士よ。あれが漆黒の王老と謳われたガイウスか。一角の武人であると聞いていたが、思わぬ展開になってきたものだ。ともかくアルフィノの容態も気になるところ。青龍壁の最終調整は技術者たちに任せてドマへと戻るとしよう。
備蓄されていた黒バラは失われましたが、現在新規のプラントを構築中であります。次期遠征には必ず。急がせよ。はは、黒バラか。覚えているぞ。漆黒の王老が破棄させた毒ガス兵器だったな。いいぞ、実に効率的だ。たまには私の血縁らしい選択もできるじゃないか。先天的に魔法が使えぬ我らにとって魔導技術こそが力。無駄に兵を死なせぬため、帝国と世界のため、使わぬ手はない。はいはい、実に小さい世界の話で嫌になるな。だがそういうもっともらしい理由をつけられるのは皇帝としては高評価だ。引き続き頑張りたまえよ、我が孫バリス君。それにしても毒の兵器、静かなる死をもたらすものか。あちら側で光の反乱が起きて以来、こちら側にもいい具合に影響が出始めているからな。相乗効果で化ける可能性はあるか。よし、こちらはお前に任せた。大いにのびのびと戦争をしてくれ。どこへ行くつもりだ。アシエンにそれを聞くか。答えは一つだろうに。貴様らが霊災を起こすために動いていることなど百も承知だ。私はただ貴様の勝手な行動が結果としてこの国のしがらみになっていると言いたいのだ。先の崩御、貴様の当時の肉体が死を迎えた時のことを忘れたとは言わせぬぞ。貴様が後継者を指名せずに死んだおかげでこの国は内乱状態となった。あわや崩壊の危機に陥ったのだぞ。ああ、これだから嫌だ。あれが私の不注意だとでも？あんな七面倒な退場の仕方が。では貴様。そうだ、おかげでいい感じに混乱しただろう。もともと人の世を引っかき回すために作った国なんだ。役立って何よりだよ。質問は済んだようだな。それでは私は出かけるぞ。そうだ、場合によっては根性の別れになるかもしれん。一つくらいは礼を言っておこう。この体を量産してくれて助かった。私はどの体についてもそれを自分にできるんだが、
もともとそう作ってある体なら調整の手間がなくていい。アラグ帝国の生体複製技術を試したんだったか。確かにあれはなかなか滑稽で見どころのある研究だったな。実験体にあえて国父ソルを選ぶとは、いやなかなかに歪んでいる。さすがは我が孫だ。ではな、互いにうまくやれば家族の共同作業になるぞ。お前はこの地の杭に、私は虚ろなる世界の杭に、この星の欺瞞を共に砕こうじゃないか。Thank you.
人ともありがとう。キエンも一緒に来てくれたんだね。東方地域の防備に目処がついたのでな、アラミゴへの援軍についても準備を開始しておる。ありがたい。こちらの防衛陣地についても同盟各国の協力で準備が進んでいるところだ。それと実はアルフィノが帰ってきたんだけど。アルフィノの混沌にアシエンを狩るガイウス、それに毒ガス兵器、こんな状況じゃなければ一つ一つに驚いているところだけど。でもさ、その黒バラって牧島さんが言っていた新兵器のことだよね。ああ、そう考えていいだろう。アルフィノ殿のおかげで最悪の事態を免れたのかもしれん。単身で帝国へ向かった勇気と行動力には感服せざるを得んだ。正体不明の新兵器という情報に不安ばかりが募っていたが、その存在が毒ガスであると分かればあらかじめできることはある。至急対応策の検討に入るとしよう。それにしてもあのガイウスが生きていたとはな。アシエンと敵対しているという話も驚きだが。驚きの知らせといえばこっちにもあるんだった。進軍してきた帝国軍に停戦交渉を持ちかけたんだけど、バリス自ら会談に応じると返答があって。バリス帝か。先のドマイの和平交渉も、もともとはかの君が提言してくれたのだったな。とはいえ、ゼノスの正体がアシエンである可能性が高い以上、どの道を通ろうとも、蛇の道は蛇かもな。ああ。だがエオルゼア同盟軍としては、時間稼ぎとしても、この会談を実現したい。が。先方が交渉に応じる条件として、各国の代表に加え、暁からも出席者を求めてきているんだ。強制することはできないけど、お願いできないかな。アルフィノが出られない以上、政治が苦手だなんて言ってられないわね。わかったわ。私が暁の代表として出席する。そして帝国はエオルゼアの英雄であるあなたの出席も求めてきたの。よかった。先方にどんな意図があるのかわからないけど、こちらとしてはあなたがいてくれるだけで心強いからね。もちろん帝国が不意打ちを狙ってくることも考えて、会談の場となる国境地帯には全軍を差し向ける予定だ。各国の名士たちもすでに向かってくれている。私たちもあなたの準備ができ次第出発しましょう。
エオルゼアの名士たちよ。我こそガレマール帝国第二代皇帝バリスゾス・ガルバスである。まずは聞かせてもらおうか、停戦を訴える貴公らの言い分を。それではわらはウルダハ第17代国王ナナモウルナモよりエオルゼア都市軍事同盟の総意を伝えよう。帰国ガレマール帝国の力による支配は一時は成功しようとも必ずやほころびが生じることは明白。アラミゴドマでの戦はその勝者であった。我らはたとえこたびの戦に敗れたとて幾世代にもかけて自由を求め戦い続けるであろう。この終わりなき負の連鎖はここで断ち切らねばならぬ。そして我らエオルゼア諸国並びにドマ国は各々が独立を保ちながらも確かな同盟関係を結んでいる。そなたらガレアン人国家とも平和裏に手を取ることができるはず。今こそ救援と支配欲等を捨て去り強制の道を模索しようではないか。奇弁だな。今でこそ同盟関係にあるのやもしれんが、エオルゼアとてかつては国同士の戦争や内乱が絶えなかった。さらに言えば今なお蛮族との争いを続けておる。断言するが、国が分かたれていれば争いの種は尽きることはない。すべての民が一つ理想のもとに集わぬ限り終わりなき負の連鎖とやらは断ち切れはせぬというものよ。お言葉だけど、帝国に支配されたアラミ語では俗州民は自由を奪われ虐げられ恐怖と絶望のもとで生きていた。それが帝国の掲げる理想というものなの。ドマも同じだ。支配された民は圧政に怯え、明日をも知れぬ身に皆震えていた。結果自由を求めて戦が起こり多大な犠牲が出ることになった。帝国のやり方は悲惨な争いを生むだけなんだ。統治者に逆らい争いを起こしたのはそちら。圧政を敷かざるを得んのも反逆者が絶えぬため。従っていれば平和は約束されていたものを。仲間を殺され、祖国を蹂躙され、全てを奪われた者たちがおとなしく従うことはない。反旗を翻すのも当然のことではないか。その反逆によって出たこちらの犠牲も決して少なくはない。戦死した兵らにもそれぞれの人生があったのだ。尊い犠牲を無駄にせぬためにも歩みを止めるわけにはいかん。